Good morning, good afternoon, good evening. 安子内哲也です。よく一番好きな映画は何ですかって聞かれるんですけど、一番好きな映画何ですかっていう質問って難しいですよね。まあ好きな映画がありすぎてですね、どれが一番かって言われると困ってしまいます。でもまあその中の一つを挙げるとすれば、やっぱり黒澤明監督の七人の侍ですね。もう今までに何回見たかわからないぐらい、見てますが、アメリカに行った時に七人の侍のまあアメリカバージョンの DVD 買おうかなと思って、DVD 屋さんで探してたんですね。そうすると DVD のパッケージにこう書いてありました。セブンサムライっていうふうに書いてたんですね。これって見た時にびっくりしません？7人侍がいるのに、なんで侍図じゃなくて侍になってるんだっていうふうに私も思ったんですね。最初にパッケージを見た時に。そこで辞書で引いてみました。そしたらなんとこの侍という単語は英単語としては単複同形、つまり単数でも複数でも同じ形をした、そういった単語なんですね。でこれと似たような単語にフィッシュがあります。魚ですね。だから1匹のフィッシュでもフィッシュ、7匹の魚でもフィッシュなんですね。だから7匹の魚っていう場合にはセブンフィッシュっていうのが普通なんですよ。そうなんです。これが侍と魚の意外な共通点だったんです。単複同形の名詞だということですね。 Don't study English at your desk all the time because practice makes perfect。 英語なんてやればできる。